のことは私が一番よくわかってるので任せてください頼んだぞ夜さんどうなの姉さんなんで言ってくれなかったのそそれはわれてたからですパートナーいるってなんでせめてあの時ああ,あれは結婚のこと伝え忘れてたのを忘れてたからです